皆さん、おはこんばんちは。ミラクルゴルファー、マモプです。今回は、皆さん大好きな飛距離についてね、ご案内していきたいと思います。これは飛距離にすごく、研究に重ねて、プロとしてやってる後輩からどういうふうに練習したら飛ぶか、それをねちょっと教わって、それを皆さんにお伝えしていきたいと思います。まあ、基本的に飛距離、皆さん大好きな飛距離に関しては専門家もいますしね、なかなかあれなんですけど、飛ばしたい、もっと飛ばしたい、正確に飛ばしたいっていう、そのためにはやはりヘッドスピードを上げなきゃいけない。飛距離はね、皆さんご存知の通り、ヘッドスピードとボール初速が大事です。私は常々思っているのは、ボールに当たって、いわゆる押し込むって言いますけど、ボールに当たって、ボールがフェースの上にね、どのぐらい乗っかっているか、それによって、ボールの勢いが変えられますので、ここがすごく大事だと思ってます。で、その辺をね、加味しながら、私が聞いた話、も伝えていきたいなと思います。でやっぱり聞くとやっぱりとにかく振る、スイングする、やっぱよく言うのは腰を使うとか地面反力とかいろいろ言いますけど、やはりこの腕を振る、この腕を振るっていう作業が早くできればそれだけスピードが上がるわけですね。野球のピッチャーで例えればボールを投げるっていう動き、この腕を振れなければ、早く振れなければ当然ボールのスピードは上がりません。ですから腕が早く振れなければクラブのスピードも上がらないんですね。なのでクラブのスピードを速くするためにまず言えることは、重いものを速く振る。これは野球のマスコットバットの1000グラムなんですが、これをとにかく速く振るんですね。早くクラブが動くんですよ。これ大事です。でそれに反して軽いものを速く振る練習。これはとにかく体が速く振るっていう動きをね覚えること。これ大事です。そして練習方法です。これ家でできるかどうかちょっと難しいんですけど、これ実践してやってみたいと思います。これゴルフボールです。このゴルフボールをねアドレスと同じように構えて持っていく。でバックスイングを上げて、この自分のねインパクトのところでボールをとにかく強く速く投げる。ちょっと一回やってみましょう。ということですね。もう一回いきますね。このインパクトのところに速く強く投げる。これですね。これによって肘の動きですね、手首の動き、肘の動き、手首の動き、この動かし方を覚える。スイング中に右のね肘は曲がって伸びます。手首も動きます。このタイミングによってクラブヘッドが戻ってくるタイミングが変わるので、インパクトの時により効率よくリリースできるように、腕を早く振れるように練習するということで、このボールを投げるという練習、これ重要です、ね、やってみたら分かるんですけど、意外にねばらけるし、ここにね投げるんですよ、こっちに投げてしまう。アマチュアの方ではねこうやってやってここにこう投げてしまう、こうなっちゃう、後ろに行ってしまう、こういうことが多いです。このインパクトのところにボールをリリースするようにクラブ、肘とね手首を使う、これが効率よくヘッドスピードを上げるポイントです。今回はこのヘッドスピードを上げるためのねポイントをお話ししてきました。これインパクトをねどうやって迎えるかとか、自分の体重をね、インパクトにどうやって集約するか、
こういったものもね、これからちょっとお伝えしていければ、もっともっと皆さんの飛距離でやってもつながるんじゃないかというふうに思っています。それでは皆さん、バイバイ。また見てください。